どうもバイエンドです。バイエンド教の皆さん、今回は来ると思わず返したくなる LINE を紹介していこうと思います。もしもコロナ禍がなければ高評価とチャンネル登録していただけるとありがたいです。せーの、バイエンドチャンネルスタート。バイエンドチャンネル。ちなみになんですけど、今年に入ってから私オープニングのなんかくっちゃべりを極限まで減らしたんですよ。タイトルしか言わないみたいな感じで減らしたんですけどね。これさ、ちょっとどう思います？前までね、この動画を、まあ、見る意味とか喋ってたこと多かったんですけど、ない方がいいのかな。無駄な時間でもあると思っちゃうんで、これはね、ちょっと視聴者の意見もぜひ聞きたいです。早速一つ目なんですけど、一つ目はこちら、率直で分かりやすい LINE。 例えばなんですけど、今何してるのとか、見舞って暇とか、なんかそういう風にこう相手に、ね、送ることする人っていると思うんですよ。割とあるあるとしてさ、言われてることあると思うんですけど、今何してるって言われるとさ、送られた側からすると、え、これって暇って言ったらなんて言われるんだろうとか、何を期待してるんだろうみたいな風に結構勘ぐっちゃったりしません？割と私、急の誘いとかあんなに好きじゃないので、これから予定入るかも、でもどうしたみたいな、なんかそういうこうどっちつかずなね、ことを割と人によっては結構返しちゃうってこともあるんですけど、そうじゃなくて、例えば今日でちょっと会えないとか、最近結構外出やすい気温になったから久しぶりにどっか飲み行かないとか、今スパイダーマンやってるんだけど映画行かないとか、でもまあ遠回しなことやっちゃう人って、正直なところストレートな返答が返ってくるのが怖いみたいなのってあると思うんですよ。でそれはすごいね、わかるし、めっちゃ私もそれは思う。どうにか断られるかもしれない、この可能性を低くしたいみたいな風に思うことっていうのもあるんですけど、いけるいけないにしろそもそも返答しやすいですよね。あとダメだったらダメだったで、なんかこうそっからね、話を展開させようって頑張ることもね、できると思うんですよね。一番なんやかんや良くないのって、そもそも相手が返答しづらいなって思っちゃって、返答をする前にも LINE をね、手放してしまうことなんですよ。なので断れるの怖いとか、連絡が来ないのが怖いと思ってる人ほど、意外と直球で言ってみた方が相手からちゃんと返答が来るっていう可能性の方が高くなるので、ぜひやってみてください。 SNS のツッコミライン。まず SNS のツッコミラインってそもそもどういうことってちょっと思う人もいると思うんですけど、例えば相手が Twitter なり Instagram なり何かやってる場合に、これはよく活用できる方法なんですけど、何かこうツイートしたものだったり写真を載せてるものに対してのツッコミを、そのコメント欄とかでするんじゃなくて LINE でわざわざするっていう方法です。まずそもそもネタが結構限定的で、相手が載せたものに対しての反応なので、嫌だと思う人が少ないっていうのが一つ理由です。でコメントとかで書く人とかっていうのはもしかしたらいるかもしれないんですけど、コメントで書いちゃうと人によってはね、やっぱり流しちゃう人って結構いますよね。例えばまあ私今ねやってる SNS がこういう YouTuber としての仕事用のものしかなくて、個人でやってるものって私 LINE しかないんですよ。そもそも私は結構こんなことやってるのにって思うかもしれないんですけど、 SNS は生投稿するのが得意な人間ではないんですよね。なので写真を撮るのも正直そんなに多い人ではないし、バイアンド教の人が見てくれるかもと思ってやることが唯一の SNS を投稿する理由だって、なんかそれ以外別に友達に見てほしいとかあんまないんですよ。なんですけど、世の中の人全体で言ったらね、普通に友達と遊んだイエイとか、自撮りしたよとか、そういうものをこう載せてる人っていうのも多いと思うんですよ。そういう人のコメントとか DM とかに行ってもいいけど、 LINE で一言入れたりすると、それ見てくれたっていうのが伝わると思うし、なんで DM でしなかったのとか、なんでコメント欄で書かないのとかっていうふうには逆に思わないと思うので、相手と会話をするきっかけを作りたくて、かつ別に今両思いってわけでもないけど、すごい嫌われてるっていうわけでもないっていう場合だったら、結構ねこの方法は有効かなと思います。日時と場所が具体的な LINE です。例えばこれも結構誘い LINE の部類に入ってくると思うんですけど、例えば今週末暇とか、ちょっとこうニュアンスが広いものよりも、日曜の午後にこんなイベントがあるんだけど一緒に行かないとか、プラスで誘う理由みたいなのがもうちょっとこうつけたりされてるとすごいもっといいと思うんですけど、そういう風にこう具体的な場所と日時があると予定をねすぐ確認しやすいですよね。例えば今のにプラスするんだったら、〇〇くん〇〇ちゃんってこういうの好きって言ってたからとか、返答がすごいしやすいですし、仮にリスケになったとしても、そっからなんかさらに違う日時になんかこう移動させて
また何か、ね、連絡をするっていうやり取りがねしやすいですよね。やっぱ初めて誘う時って一番結構比重がでかいというか、初めての誘いで断られると2回目3回目とかも誘いづらかったりとかするじゃないですか。なので初めの時または2回目とかちょっとこうデート回数に勢いをつけたいなと思う時にやるとすごいいいと思うんですけど、ぜひやってみてください。 URL ラインこれは URL を送る LINE です。 URL って、唯一中身を見ないとわからないものだと思うんですよね。なので開封率が上がります。見てもらう率をまず増やして、その上で相手の反応を待ちましょうっていうテクニックですね。これは私は結構人と仲良くしたい時にすごいこれをやることが多いです。私は YouTube とか Netflix とかマプラとかそういうのを結構見たり、あと、まあ、そうじゃなくても好きなもの、最近ハマってるものとかを結構ね URL でストックしてることが私多いんですよ。でこれは誰とでも仲良くしたいなって思うから、日頃からなんかそういうの結構ね探してる傾向があります。例えば行きたいお店とかもここどうっていう時にインスタグラムとかでなんかこう場所ごとに結構ねストックをしてて、その URL をもう送るだけとか、この中でどれがいいとかそういう風に言ったり、あと好きな YouTuber と なんかハマってる動画とかあったらもうそれをねもう即 URL 送ったりとか結構ねすることが多いんですけど、これねやってるとなんかね話題すごいね盛り上がりやすいし、話のね入り方的にも相手とトークをね盛り上がりやすくさせることはできるんじゃないかなと思います。URL って言った理由なんですけど、画像とかでもまあいいっちゃいいんですけど、画像って長押しでさ今って見れるじゃないですか、の LINE の中身を。なので中で何が送られてきたかって分かっちゃうんですよね。 URL も一応それ単体で貼ると文字みたいなの出るんですよ。確か YouTube でなんかこんな動画が送られてきましたよみたいなの見れるんですけど、さすがに中身は見れないから、せっかくならまあ見ようっていう風に思って見る人も多くなると思うし、そっからこれすごい面白くないとか、こういうの最近ハマってるんだけど〇〇ちゃん何ハマってるのとか URL ね送り合いっこしたりとかするのでもすごい楽しみやすいんじゃないかなって思います。相談 LINE、 これは文章このままです。もう相談の LINE をするっていうことなんですけど、バイオンド教の皆さんは自分の好きな人だったり気になる人に相談してますか？相談はね本当にいいですよなんだこれどういうアドバイスだって感じなんですけど、何か連絡をねするときに、例えば最近ちょっと仕事で悩んでてとか友人関係で最近こういうの悩んでてとか、そういうのをちゃんとね人に相談するっていうことをちょっとこうやった方が、相手の気持ちからするとまず頼られてるっていうのがまあ嬉しいっていうのは前提的にあると思うんですけど、そっから話をね広げやすいっていうのも結構あったりするんですよね。例えば、ね、特にね女子とかで結構やる人多いと思うんですけど、最近結構相談したいことあって仕事に悩んでることとか人間関係とか悩んでることがちょっとあるんですけど、気晴らしにちょっとどっかご飯とか行きませんかみたいな、そういう風にこうやったりすると、あいいよみたいな風に言ってくれる人とかっていうのも結構ね多いと思います。特にこれ同じ女子に私はすごいやるといいなってちょっと個人的に思うものがあって、ただ相談乗ってくださいとかっていうだけだと相手のまあ仕事の都合とかで断られちゃう可能性とかっていうのもあると思うんですけど、例えばまあその代わりちょっとなんかご飯おごるんでとか、あんまり女子ってねご飯おごるって言ったりすることないと思うんですよね。なかなか例えばまあジュースおごるでも何でもいいんですけど、相手に代わりにこれしますよっていうこととか、あとお願い事一つ何でも聞いてあげますみたいなちょっと可愛げのあることを言ってみたりとかすると、これ自体を正直そんなに言う人自体が少ないので、まずちょっと他の女子よりも特別にちょっとなりやすい。だって世の中の女の人ってほとんどの人が自分がおごるってこと考えないじゃないですか。男の人から見ても自分からおごるっていう女の人をそんなに見たことないと思うんですよなのであえてそういうことやってみたりすると、毎回じゃなくていいんで、あえてそういうことをさやってくれてるんだって優越感プラス、なんかそんなことまでしてくれるのっていう、ちょっと他の女と違えなこの子はみたいな、そういう風にこう思ってもらいやすいのかなって思います。もちろんこれは男性がね全然やってもいいことだと思うので、ぜひ取り入れてみてください。はい、今回は全部でこれぐらいになるんですけど、いかがでしたでしょうか。実際にね多分ね、それやってるつもりだったけどそれ確かに言われてみたら実際にやってもなかったのみたいなことって、こういうね
LINE 返信とか特に多いと思うんですよ。で私はね理由もちゃんとあると思ってて、好きな人とか気になる人だと盲目になるじゃないですか。結構周りの人にこうやって私みたいにね、私が誰かにアドバイスするみたいな感じで人の恋愛話を聞いたらこういう風にしてみたらいいんじゃないとか言えるんですけど、自分のね好きな人になるとちょっとねこう広い質問をしようと思っちゃったりとか、言われるとかね、なんかいっぱい送ったりするとちょっとキモいと思われるんじゃないかなとか、そういう風に思っちゃうこととかっていうのが、ね、あると思うので、今回の動画を踏まえてもしもねこれからやってみようと思うものがあればぜひぜひ取り入れてみてください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご清聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。あやのでした。バイバーイ。